縄からは変わったラーメンです。1966年から30年以上沖縄の人々に愛されたロングセラー沖子ラーメン。一度は売り場から姿を消しましたが、2006年ファンの根強い声により当時と変わらない味、パッケージで復活しました。安芸陶器工房の読谷つぼや焼きの丼。沖縄では焼き物をやちむ、丼状の器をマカイと呼びます。伝統的な唐草模様と手になじむ安定感のある形が特徴です。沖子ラーメンをぜひこれで。沖縄の梅石、梅石とは箸のこと。竹製で昔は黄色の着色にウコン、赤に漆を使った貴重なものだったそうです。時代とともに染料は変わりましたが、伝統的な色はそのままに。今は沖縄の食堂でかなりの割合で見かける定番のお箸です。